1979年のロードレース世界選手権1979年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第31回大会となる。500cc クラスを大きく様変わりさせたアメリカ人ケニー・ロバーツはそのロバーツを倒すべくコーナリング性能を高めてきた鈴木のマシンをものともせずに2年連続でタイトルを奪い取った。また、 アメリカンライダーの流星のきっかけになる出来事として、ランディ・マモラのデビューも印象的であった。ディフェンディングチャンピオンのロバーツはシーズン前のテストで大怪我を負って開幕戦を欠場し、タイトル防衛が危ぶまれたが、第2戦には早くも復帰して、勝利を飾り周囲を驚かせた。一方で、彼のライバルたちは不運に泣かされ続けていた。オーストリア GP では、 予選でビル・ハートックが腕を怪我し、ジョニー・チェコットは膝に深刻な負傷を負ってしまう。バリーシーンはマシントラブルに悩まされ続けた。イギリス GP では、ロバーツがシーン1 0 0分の3秒差でセリ勝つという、近年稀に見るデッドヒートが繰り広げられた。また、この年はホンダがエ円ピストンの4ストロークマシン NR500 を、 要して 500cc クラスに復帰した年としても記憶される。ベルギー GP ではコースの安全性の問題に橋を発し、フィムのレース運営に対する不満からトップライダーたちがレースをボイコットするという事態にまで発展した。トップライダーたちはこの後も団結し、シーズン終盤近くにはグランプリとは別の選手権であるワールドシリーズを立ち上げる構想を発表した。 結局このワールドシリーズ構想が実現することはなかったが、彼らのこの行動はフィムを動かし、レース運営におけるライダーの発言力を増すことに成功した。フィムは翌年以降、ライダーへの賞金を増加することを発表したのである。これらの出来事はグランプリがよりプロフェッショナルなスポーツとして変革していくきっかけとなった。川崎のコーク・バリントンは、 前年に引き続いて 350cc と 250cc の両クラスでタイトルを獲得した。125cc クラスのアンヘルニエトは、ミナレッリのマシンで通算9度目のチャンピオンに輝いた。50cc クラスでは、エウジーニョ・ラッツァリーニが出走した5レースすべてに勝利してタイトルを獲得した。ありがとうございます。